張って、おめでとうポテト衛星。1年が過ぎた。ありがとうゴード。1年前、有名なポテト衛星スパットニク2号がこの町の偉大な科学者によって打ち上げられた。ミクシー、ミクシーのポテト衛星はかつて到達したことのない未知の領域に到達しましたね。ラフェテイ特、ありがとうございます。ポテトタスティックと表現すればいいのかなと思います。一人の羊にとっては小さな一歩かもしれないが、我々にとっては大きな。みんなに伝えるべき？スパドニク2号が軌道を外れた？クラム島に着陸したと書いてある。あ、火山島に？あれに何が起こったのか決してわからないだろうね。ハッシュドポテトが食べたくなった人いる？それとも僕だけ？まあ、よくやったよミークシ。僕ならあの島に行くような危険は犯さないね。ミクシー、本当に大丈夫？衛星を見つけて軌道に戻さなければ。でも、もしポテト衛星が見つかる前に火山が噴火したら。これを聞いて。クラム島については無人島であること、地球上で最大の火山であるクラムシェル山があること以外ほとんど知られていません。100年近く旧火山だったとはいえ、いつまた噴火するかは誰にもわからないのです。いつまた噴火するかは誰にもわからないって言ってるよ。これ昨日投稿されたばかりだよ。黙って聞いて。でもわかる人がいるのです。私たちはミオグラフィーを使って火山噴火を予測することができます。火山の巨大な X 線写真を撮るのと同じようなもので、異なるのは X 線の代わりにミオ音を使うことです。ミクシー、この番組出てるの？詳しく説明してくれませんか？新宇宙から飛んできた宇宙船が地球の大気に当たるとミオンのシャワーが発生します。そのミオンは火山のような大きな固体の物体を通り抜けることができます。クラムシェル山のあちこちにミオン検出器を設置しました。どれだけのミオンが火山を通過し、どれだけのミオンが吸収されたかを追跡することで火山の内部を見ることができます。マグマが火口に近ければ近いほど火山の噴火が近づいているということです。では噴火まであとどれくらいなのですか？そうそう、トム、私はそれが知りたいの。あれ、リーデオはどうなったの？ああ、その装置は火山のデータ処理もしているから。あんたもまだ知らないってこと？大丈夫、安全が確認されるまで着陸はしないから。今すぐ行くからポテト。このすぐ北側に墜落したようね。ミークシー、もうポテトのことは忘れて。危険だよ、もう帰ろう。ねえミークシー、ポテト衛星の試みに失敗したのはこれで2回目よ。2回も失敗するなんて。発明には失敗はつきものだよ。あ、大根ロケットの彼を覚えてる？随分古い話ね。失敗ばかりしていては誰も私のことを科学者として信用してくれなくなる。気をつけて。高度が上がらない。エンジンが火を吹いたの？緊急脱出シーケンス開始。しっかり捕まって。チコライナ、
この後どうするの？この島から出られるように船にも変えられるの？ポテト衛星が見えたような気がする。失敗できない。どうかして、ミッチー。グラップリングウィンチ発射用意。ここじゃないね。せっかくここまで来たのに。あ、ここを通過した跡がある。ハイドリティクス、任務完了です。よろしい、ルトリーナ。この偉大なポテトが空から降ってきたことで、私たちの予言は成就するだろう。神聖なポテトに近づくなんて、どこの誰だ。トムペアバディルはこの島は無人島だと言っていたのに。ちょっと待って、ミキシー。クラムシェル火山が今にも噴火する。こんにちは、私はドグウィン田中です。今日の物語では、ミークシーはミオグラフィー技術を使って火山の内部を画像化しました。ご存知かもしれませんが、 X 線は火山を貫通できません。ですが宇宙船ミオンは数キロメートルの岩石も通過することができます。でも火山全体を通過することができないため、深いマグマだまりの調査には使えません。このため火口底直下のマグマの動きを調査するために使われてきました。ミュオンが火山の側面にあるミュオン検出器に衝突すると、検出器内の装置がかすかな青色の光を発して、光センサーがそれを拾います。光センサーはそれらを電流に交換して、コンピューターが分析できるようにします。ミュオン検出器を様々な場所に配置することで、実際の科学者は3次元画像を構築して、ミクシのように全部のマグマのダイナミクスと火山内部の噴火の関係を見つけることが可能になります。これがあなたにインスピレーションを与えることを願っています。